オーステンではベルギーウェストイコールフランで練習の都市。オステンドの名称も一般的である。初期は小さな寒村に過ぎなかったが、1265年頃に都市特権を授かり、市場が定期的に開かれていた。北海に面した港を要していたため、古くからオランダ・スペインの軽装地となった。80年戦争においてスペインからの独立を支持したオーステンでは、 1601年から1604年まで、スペイン軍に包囲され、解放されるまでに8万人以上の死傷者を出した。1838年、ブルッセルと鉄道がつながり、1846年からイギリスへ向けて、フェリーが就航した。ベルギー王室は、オーステンデをリゾート地として愛し、特にレオポルド1世とレオポルド2世はたびたび休暇を過ごした。 第一次世界大戦中はドイツ軍に占領され、ドイツ海軍の U ボート基地があったため、1918年にイギリス海軍の攻撃を受けた。良質の砂浜があり、カジノや美術館、イッポドロームベリントンという競馬開催がある。ありがとうございます。